シラスがけシラス、白社、白州とは、日本の九州南部一帯に厚い地層として分布する、最流の軽石や火山灰である。言語学的には、漢字表記が、見出し語にされることもあるが、慣習的に、シラスとカタカナ表記することが多い。新生代、新大三期先進予から第四期、後進予にかけての火山活動による、噴出物であるが、 地質学においてはこのうち特にいる都家祭流による堆積物を指す。古くは白い砂を意味する一般的な言葉であり、現代でも東北地方においてはこの意味で使われる。九州南部の平地を中心に分布しており、鹿児島湾北部を囲む地域において最も厚く、湾から遠ざかるに従って薄くなり、熊本県人吉市や水俣市、宮崎県宮崎市にも分布している。 鹿児島県内で、おおむね数十メートル程度、最大約150メートルの厚みがある。鹿児島市北西部から日置市にかけて広がる、丘陵地や、鹿野市を中心として広がる笠野原台地は、ほぼ全体が、シラスで形成されている。また、霧島市付近に広がるテーブル状の丘陵群は別の、地層の上に、シラス層が重なるようにして形成されている。上面は平坦になっており、 シラス大地と呼ばれる大地を構成している。詳細は、シラス大地を、参照種成分は、計算や酸化アルミニウムなどからなる、火山ガラスであり、社長石や石英なども含まれる、50から58%の空撃を含み、有機物はほとんど含まれていない。比重は1.3程度と軽く、粒子内部にも多数の微小な気泡が含まれており、 粒子比重も2.30から2.50と軽い。引っ張り強度は小さく、複雑な粒子形状を呈しているため、インターロッキング効果による特殊な先断特性を示す。白色を呈するものが多いが、開白色、高褐色、開黒色、泡紫色、泡紅色のものも見られる。自然の状態では20から25%の水分を含み、 水分量が増えると著しく強度が低下する。比重が低いことと分散性が高いことから水に流されやすく、樹木などが剥がされて地層が露出すると急速に侵食される傾向があり、休憩者の深い谷を形成する、ガリ侵食を受けやすい。地下水流に侵食されて、地下空洞を形成することがあり、これが崩落すると、シラスドリーネと呼ばれる穴やくぼが形成される。 シラスからなる休憩者地は、大雨などによって、しばしば崩壊し土石流を引き起こしていたが、1952年に、特殊土壌地帯災害防除及び、新興臨時措置法の対象となり、斜面の崩壊防止対策が進められるようになった。シラスの起源について19世紀末頃に、霧島山の火山噴出物を起源とする説や、海底堆積物を起源とする説が提案された。 その後1930年代には、アイラ火山と呼ばれる火葬火山から流化した溶岩流を起源とする説や海底火山の噴出物を起源とする説も提案された。1950年代に入るとシーラスという用語が一般化するとともに研究が進み、流度分布などから熱雲を起源とする説が提案され、1960年代に火砕流に関する研究が体系化されるとともに、 火砕流を起源とする説が定着して、現在に至っている。現在考えられているシラスの大部分の起源は、約2万5000年前にアイラカルデラで起きた、巨大噴火によって発生したイリト火砕流であると、されている。この火砕流の噴出量は、約200立方キロメートルに達し、それに加えて、アイラ TN 火山灰と呼ばれる、火山灰約150立方キロメートルが、 日本全国に降り注いだ。火砕流から直接堆積したものは一時、知らず、一時シらスが侵食、運搬され再堆積したものは二次シらスと呼ばれる。二次シらスの内層を成しているものは特に相乗シらス水中に堆積したものは水性シらスと呼ばれる。その他、弱く溶結したものは固結シらス風化したものは風化シらスと呼ばれる。地域によっては、 入りとか祭流以外の火砕流堆積物も,も、シラスと呼ばれることがある。例えば、池田湖周辺の池田火砕流も、シラスと呼ばれる。水はけが良すぎるために、稲作には、不向きな上に栄養分も乏しく、そのような土壌でも育つサツマイモや桜島大根を代表とする大根、大豆、油菜等が主産品となった。また、鹿児島では、 サツマイモを食べさせることにより独特な風味を持つ黒豚の養豚も盛んになった。肉牛の生産も盛んである研磨材やコンクリートの骨材として利用される。また、堆肥に混合され肥料用として用いられることもある。シラス粒子の複雑な構造と主成分である計算、アルミナなどが消臭、調湿機能に優れることから自然素材系の健康健在、 シラス壁として活用されている。昨今問題となっているシックハウス症候群に対しても効果を発揮するという。また、シラス粒子を1、摂取レ,レ,レー度程度の高熱で加工し発泡させたシラスバルーンは軽量で断熱性に優れ、軽量プラスチックや自動車内装部品の素材として利用される。シラスを骨材として用いたシラスコンクリートは劣化に強い特性があり。 温泉の湯気、高温の地熱、共産性の土壌などの過酷な環境下で建設された、鹿児島県霧島市の丸尾滝橋の基礎部分に採用されている。シラスとシラスコンクリートを混合、成形したシラス緑化基板が、鹿児島市電軌道の緑化に活用されている。シラスタ孔質ガラスは、宮崎県工業試験場によって1981年に、 開発されたシラスを原料とする多孔質ガラスで、細かで穴の大きさが揃ったフィルターを形成することができる。フィルター高は0.05から50ナノメートルの範囲で任意の直径を選択可能であり、液体や気体のろ過フィルター、吸着剤、微細で均一な粒子、気泡の形成などに用途が広がりつつある。ありがとうございます。